昨シーズン先発防御率 3.72 でリーグ6位、リリーフ防御率 3.03 でリーグ4位、全体の防御率が 3.47 でリーグ6位と投手陣に課題の残った楽天。オフのドラフトでは即戦力投手を大量に指名し、投手陣の強化を図りました。迎えた今シーズン、そのルーキーたちが一軍戦力として活躍した姿を見せています。その楽天が2022年ドラフトで指名した選手がこちらで、6名のうち5名が大卒社会人の投手で、1人が社会人卒の内野手という結果です。では今シーズンすでに一軍戦力として活躍している楽天所属のルーキーを見ていきたいと思います。なお右にはこれから扱う指標の説明を載せておきますので、よければ参考にしてください。2022年ドラフト1位の庄司投手は開幕2軍スタートとなり、4月22日に初昇格を果たし、その日にプロ初登板初先発を飾りました。初登板は 5.2 イニングを投げ、奪三振6、被安打4、四死球3、自責点3の結果でした。その登板から8月8日の現時点までで12試合先発として登板し、68.2 イニングを投げ、1勝3敗、防御率 2.88、ウィップ 1.19 の成績を残しており、ストレートの最速は154キロをマークしています。K パーセントが 21.3%、BB パーセントが 11.2% と、フォアボールが少し多く、制球力の指標 KBB が 1.91 と低い値となっていますが、被打率は2割4厘と比較的低い値をマークしています。持ち球については、ストレートの平均球速が 148.1 キロで、被打率が2割6厘と優秀で、スプリットは被打率が1割1分9厘、ウィフパーセントが 34.3% と、決め球として素晴らしい変化球となっています。また、直近5試合に絞った成績を見てみると、29.2 イニングを投げ、奪三振26個、自責点6、ウィップ1.23、KBB1.62 の成績と、制球力の指標はやはり低いですが、成績としては素晴らしい数字を残しています。楽天としては、先発投手の年齢が上がってきている中で、庄司選手の1年目からのこの活躍はかなり明るい材料です。2022年ドラフト3位、渡辺翔太投手。渡辺選手も開幕2軍スタートとなり、初昇格となったのは6月3日。そこから現時点まででリリーフとして25試合に登板しており、24イニングを投げ、13ホールドポイント、1セーブ、防御率 1.13、ウィップ 0.83 と安定した成績を残しています。K パーセントが 22%、BB パーセントが 11% とフォアボールが多く、 KBB が 2.00 と制球力の指標は低めですが、その分被打率が1割2分7厘とかなり低く、ウィップが0点台となっています。また被 OPS が360と、この値もかなり低く、素晴らしい逸材を3位指名で獲得できたことになります。持ち球については、軸となっているストレートの被打率が1割6分7厘、パーム、カットボールは被打率が0割台と圧巻です。現時点では、オリックスの山下俊平太投手が新人王獲得有力候補ですが、渡辺選手もこのままいけば十分有力候補となってくるでしょう。最後に2022年ドラフト4位、伊藤真央投手。伊藤選手は開幕1軍スタートを勝ち取り、ここまで2度ファームに降格となっていますが、
現在は1軍に帯同中です。1軍では22試合に登板し20イニングを投げ、4ホールドポイント、防御率 3.60、 ウィップ 1.40 の成績を残しており、 K パーセントが 10.3%、 BB パーセントが 11.5% と、三振よりフォアボールの方が多く、 KBB が 0.90 とかなり低い値になっています。また被打率も2割6分1厘と高めで、スタッツ的には良いとは言えないですが、1年目と考えると成績的には十分な活躍と言っても良いでしょうか。サイドハンドから繰り出されるシンカー、ストレート、スライダーが伊藤選手の軸となる球種で、スライダーのウィップパーセントが 30% と、やはり武器となる変化球です。ブルペンにアクセントをつけられるサイドハンド右腕、この先の投球でスタッツを量化していくことができるか注目していきたい点です。先ほどの3選手のほか、ルーキーピッチャーが他に2選手おり、駒野投手は1軍で4試合に登板もアピールできず2軍が主戦場に。その2軍では KBB が 6.50 と制球力の指標は抜群で、被打率が2割3分3厘、ここからの巻き返しに期待です。林選手はまだ1軍での登板機会はなく、2軍では23試合の登板で防御率 2.21、 ウィップ 1.62 の成績で、被打率が2割8分4厘とかなり高く、フォアボールも多く、ランナーを背負っての投球が目立っている現状です。ここまでの楽天投手陣、今シーズンも先発防御率が 3.55 でリーグ最下位タイ、リリーフ防御率が 3.50 でリーグ最下位と、今シーズンも投手陣は課題となっています。また先発陣については、田中将大、岸、則本、唐島選手といったベテラン勢に頼る形が見受けられますので、今シーズンオフのドラフトでも投手メインの指名となるかもしれません。楽天ファンの皆さん、プロ野球ファンの皆さんは、ここまでのルーキーたちの活躍についてどのような評価、感想を持っていますでしょうか。予想以上の活躍、もう少しできると思っていたなど、コメント欄に書いて教えていただけると嬉しいです。また今シーズンのドラフト会議、楽天はどういった戦略、選手を獲得すると予想していますか。その点についてもコメント欄に書いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。